はいどうも、モルさんです。じゃあ今回は前々回ぐらいのね、動画で始めたポイントスキルアップシリーズ。1回目がね、前髪を上げるコツ。で2回目がね、アイロンを使わないでも簡単に時短でね、前髪をまっすぐにできるコツ。で、今回3回目が、1回目の時に言ったこうセンターパートの時の、まあ、前髪を上げたり、こう分ける時のコツっていうので、今回はセンターパートのポイントをね、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ、まずね、大前提として、多分ね、センターパートをやろうとしてる人は僕よりも髪が長いと思うんですよね。だからまあ基本的には長い人がこうセンターパートをやるっていう、まあ、そういう感じだと思うんですけども、今回はこの短い髪の状態でもまあできるようにということで、それを踏まえた上でね、解説していこうかなと。基本的には髪長い人とやり方は同じなので、そこはね心配いりませんので、髪が長い人も短い人もセンターパートやりたいよって方はね、ぜひ最後まで見て少しでも技術アップできたらなと思います。でね、まずはドライヤーで髪の毛を乾かしていくんですけど、これはですね、前髪を上げるコツの時にも、教えたと思うんですけど、まあ前からこう指で挟んで髪の毛を持ち上げて根元に風を当てる。で、冷まして、で、冷めるまで持ってあげて、また当てて、冷めるまで持ってっていうのを繰り返してあげると根元がふっくら起き上がりますよ。まずはね、ドライヤーでこれをやります。まあこれね、前からでもこう後ろからでもどっちでもいいです。後ろから掴んで根元当ててっていう、どっちでもできます。どこで分けたいか、まあ自分の好きなとこでいいです。本当にど真ん中のセンターパートでもいいですし、まあちょっといつも分けてる方多めにする感じ、まあ、6-4 ぐらいのセンターパート、まあセンターではないんですけど、正確にはね 6-4 ぐらいで分けてもいいですし、その辺はどちらでもいいかなと。僕はねちょっともう分け目の癖ができちゃってるので、ちょっと 6-4 ぐらいな感じでいきたいと思います。この時もね、こう上を向いてドライヤーの風をこう当ててあげると簡単に上がります。横から見るともうこういう感じですね。本当に上を見て、まあ、天井を見る感じでね、風当ててあげると下を向いた時にしっかり上がってます。じゃあ乾かしていきます。はい、今ドライヤーが終わった状態です。まあこんな感じで根元が多少ふっくらこれでしてるかなと思います。横から見た時にね、根元がしっかり起き上がってれば OK です。じゃあ次にアイロンを使います。僕ね結構ダメージもなんで140度でやるんですけど、まあ、普通の髪の人とかだったら全然160度ぐらいでいいかなと。じゃあね、この分け目のところやるんですけど、ただねこのまま普通に通すと、まあ、今の状態のまま、まあ、今でもね根元をちょっとふっくらしてるんですけど、結局ねこの状態だと時間経ってくるとね、分け目がペターってなってカッパみたいになるんですよ。潰れてきちゃうんですね。やっぱりどうするかっていうと、まあ、オーバーラップする、要は根元を起き上がらせるのにそのままの形で半円を描くんじゃなくて、ちょっと引き気味に大きめに半円を描くイメージ、この中心の線を越えて半円を描く感じ、右側やる場合は左に越えながら半円を描く感じ、これをすることでより根元がふっくらします。挟んだらより大きく、この分け目のところね、もう一回中心を越えて半円を描いていくと、これ根元から入れてあげるとめちゃくちゃボリュームが出ます。全然違うでしょこれ、入れる前と。でこっちもね、大きめに半円を描いて、こんな感じ。アイロン入れる前と入れた後、根元の起き上がり方が全然違いますね。まあ、今回はね、ポイント解説なので、まあ、スタイリングはちょっとしないんですけど、まあ、本当にね、この辺の作りしか解説しないんですけど、まあ、豆知識というか、さらにポイントのポイントみたいな感じでやると、今ね、ここ、一部、内巻きでやりましたね。今、内巻きにしたこの毛束の終わりがここ。で、次の始まりのここを、今度、少し外羽に入れてあげると、外羽というか、まあ後ろに流れるように、で最初に入れたこの内巻きが上から重なってくると、はい、こういう感じで S 字っぽく見せることができる。ちなみにこの2段目のとこもまたこう内巻きをちょっと入れてあげたりすると、でまた外羽入れて、これでねこう S 字を何個も作っていってあげると、より立体的に一つ一つのパースが独立してるんだけど連なって見える、こう格子状みたいな形で、まあ、重なり合わないように一個一個こう別向きに入れていってあげると、まあ、一つ一つのパーツは独立してるんだけど、それがこう全体的に連なって、まあ、別の形に見える。今回だったら C カールの内と外が重なって S 字に見える、まあ、そういったちょっとしたギミックもあります。でちょっと反対側もやってで、この分け目のとこの、まあ、ボリュームアップした感じ、全体像をちょっと見てみましょう。
はい、分け目がこんな感じになりました。めちゃくちゃふっくらしましたね、入れる前に比べて。今のままだと、まあ、ここがねもっこりすぎてるので、あとはこれに合わせてさっき言った格子状になるように噛み合うように、まあ、内と外を交互に入れていくと、全体にちょっと通してバランスを出していきましょう。まあ、トップにボリューム出たので横にもボリュームを出して、まあ、ひし形を作っていくと。まあ、ここからはね基本的に単純作業、右と左が全部こう交互にただ内外を入れていくだけですね。全体的に内外をミックスで通していって、襟足も外内外、まあ、交互にねこう入れてあげて、まあ、本当はねここだけを紹介しようと思ったんですけど、まあ、一応全体のバランスとしてこんな感じにアイロンをささっと通すとシルエットはこうなりますよっていうことでね、全体的なアイロンはまあ入れたんですけど、でやっぱりねここの分け目のふっくら感と、ここでふっくら内巻きで作ったやつに対してこう外羽のつながりを持たして、でまたその次内巻き外羽っていう根元をふっくら起こすために、まあオーバーラップ気味に内巻きを入れる、そのカールを軸にこう全体のカールにつながりを持たしてあげる、で重なり合わないように、まあ格子状というか、まあブロック状に別々のカールを入れてあげる、まあ、これを意識していただけるだけでセンターパートがすごく綺麗にできるっていうようなポイントの紹介でした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。これができればセンターパート上達しますよっていうようなね、まあ、ポイント、まあ、コツっていうのをね、紹介させていただきました。センターパートのスタイリング動画、まあ、全部完成形までねワックスつけて完成形まで持っていく動画、過去にねたくさん上がってるので、まあ、もしよかったら、そちらも見てみてください。ご要望があれば今の、まあ、この髪の毛の長さ状態で完成形までねしっかりスタイリングするっていう動画もまあ作ろうかなとは思うんですけど、まあ言うてこっからもうほぼそんな変わんないんですけどね、まあ、これのやり方知りたいとか、これを作る時のコツを教えてくださいみたいな、まあ、非常にね細かな部分でもいいですし、まあ、ざっくりねこのスタイルのコツを教えてくださいみたいな、そういうのでもいいので、もしねリクエストありましたら下のコメント欄によろしくお願いします。はい、それではですね、今回の動画がもしいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。